はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。本来回す予定じゃなかったんですけども、週刊プレイボーイの、超能力者、特別対談を収録した後、ベロニカさんがですね面白い話をしていたので急遽回しております。どういう話をしているのかというと、こういうお話です。私がいきなり話すんですか？いやいや、もう僕はその話を聞いて引きました。それ2000何年ですか？2013年ですから、ちょうど7年前の、まさに今の時期で、2013年のですね、春分の日なんです。まあ、これから春になるぞという時ですよね。はいはい、でお酒をちょっと召し上がって、まあ、たしなむ程度にね。まあ、ベロニカさんのたしなむ程度っていうのは、まあ、相当飲むってことですよね。で、帰ってきたと。はい。で、もう完全にもう記憶が飛ぶぐらい飲んじゃってた。その日はそうだったんですよ。すごい飲んで、楽しく飲んで。マンションに帰ってきて、はい、でも、鍵は刺したんですか？あ、なかなか刺さらないなと思って、ええ、ちょっと酔っ払っちゃったらなかなか鍵が刺さらないなっていうところまで記憶があるんです。で、記憶が飛んでしまって、はい、朝になって、で朝になって、うん、はって目が覚めたら、うん、マンションの玄関のとこで寝てたんです。うん、玄関の床でね寝てたんです。で、まあ先ほど聞いた話によると、はい、あれ、こんなとこで寝ちゃったと。そう、こんなとこで寝ちゃった、やばいと思って、まあ、マンションの廊下で寝てたって。廊下っていうか、あの、私のお家は廊下をキュッて曲がった角部屋なので、うん、そうか、廊下からは幸い誰からも見えないんですけど、見えなかったんですけど、でも一応室外で寝ていたでもうち廊下なのでカーペットなんですけど、あ、そうか、ではあるんですけどね。一歩間違えれば凍死するパターンですよね。そうですね、うん、まあね、季節によっては。いや、それでまあ目が覚めて、はい、それでまあ、でお家に入って、うん、うわーってびっくりして、わ、こんなとこでって、自分で自分にびっくりするような感じになって、さすがに、うん、でお家に入って、うん、でまあ、あの、片付けっていうか荷物置いたりとかして、うん、でなぜか、うん、まだちゃんと酔いが覚めてなかったのかもしれないんですけど、うん、なぜか自分に対してこう罰が悪くなって、うん、なんか恥ずかしいような気持ちになって、急に家の掃除を始めたんですよ。掃除をした、うん、まだ酔ってる、ね、多分なんかね、多分こう、まずいことしちゃったみたいな感じで掃除をして、でひとしきり掃除そこら中して、はぁっていう感じでこうおでこを拭うみたいな仕草をしたんですね、うん、あ、終わったわみたいな感じで、はい、でおでこのちょっと髪の毛にかかるぐらいまで手をふーってやった時に、うん、なんかちょっとピタッピタッピトピトみたいな食感があって、うん、でえっと思って手を見たら、うん、真っ赤なんですよ、その、うん、手の甲側で気をちょっと拭ったらそこが赤くなってて、もうその時点で僕は失神ですよ。本当ですか？もう大騒ぎしますよ。本当ですか？いや、さっきからすごいなんか引きながら聞いてらっしゃるから。いや、僕はね、そうなんですね、怪我とか血とか弱いんですよ。なんですか？そうなんですか？もう僕前世が医者だって言われてますけど、いや、じゃあその反動ですね、きっと。いや、もう全然ダメですよ。もう絶対僕何度生まれ変わっても医者なんか無理だと思ってるんで。でもう血がついてたと。そうなんです。それでえっと思って、今度は手のひら側で自分の頭を、うん、ええっていう感じでこうポンポンポンって確かめて触っていったら、どこに手を触れてもびっちょびちょなんですよ。やばいじゃないですか。でもうリアルタイムで血が出てる。だけどそんなに、だってドボドボこぼれてたらさすがにね、わかるんで、うん、気がつくでしょ。まあちょっと泉が湧く程度。そうそう、本当にそうです。あの、一番ジュクジュクしてるところはどこだろうと思って探したら、うん、あの、あ、ここっていうところはちょっと圧をかけると、あ、ちょっと痛いなっていう感じがあって、そこが脳天だったんですね。脳天はあったと。はい。で、あんまりいないですよね。手をこうピッて触って手のひら当てて、こう自分の目の前に持ってきたら本当に真っ赤になってて、うん、で一応こう、なんじゃこりゃって言って、こう優作さんをやってですね、うん、自分内で本当にやって、うん、どうやって病院行ったんですか？あ、それで、3月春分の日ですから、うん、祝日だったので、うん、タクシー
で行きました、まあ、救急車を呼ぶほどじゃないんですよ、うん、あとってお医者さんに聞いて判明するんですけど、頭ってそんなに痛くないんですって、こう外科的な怪我、その怪我の程度にもちろんよりますよ。だから私も実際こうやってちょっと触って圧をかけるまでは全然痛みなかったんですよ、うん、自分でこう触って押してみるとちょっと痛いかなっていう感じ。じゃあその脳天割って血だらけのままタクシーに乗って、とりあえずそのまま行かなきゃと思って帽子、緩めの帽子をかぶって、でまだ3月だったので、あのこうなんか フード付きのなんか帰りもどういうことになるか分かんないから、フード付きの服かパーカーみたいなのもベッド持って、それで とにかくタクシーに乗り込んで行きました。脳天割りましたと、はい、言ったら医者なんて言ったんですか。飲みましたって言われました。飲みましたよって答えたんですね、はい、で、あのどんな感じの怪我だったんですか。あ、それでとにかく位置が頭のてっぺんなので自分からは全く何も見えないわけですよね、でそこを先生が見てくださって、あと看護師さんと一緒にこうあーとか言ってやっちゃったねみたいな感じで覗き込んでこう見てくださっている、でそして先生が、あーこれはね Y になっているから、ホチキス三角にするってなんかおっしゃってるんだけど意味が分からなくて私は、それをなんか看護師さんに指示をなさってるんですけど、だから先生 Y 何ですかって聞いたら、説明してくれて、あの傷が綺麗な Y の字になっていると。 Y の字、あのアルファベットの Y の字ですね。なるほど。だけど Y の字でもその本当に3つの線が全部同じ長さくらいの本当に綺麗な Y の字、はい、あの縦の線だけ長いんじゃなくて眉の湯ですか。そう Y ですね。 Y が出る、はい、それで、そこ三角になってるからその間を、あ、じゃあ Y になってるからその間をホチキスで3箇所打って三角形にする、これ説明わかりますかね、図を書くとわかるんですけど大体意味はわかるじゃないですか、ね、大丈夫ですかね、そうすると Y の字に対して正三角形がホチキスでパチンパチンパチンってできるんです、できます、はい、でその Y の字の頂点を結ぶとですね、うん、私それ頭でこう治療というかこう診察されながら、Y の字に三角と思って想像して、ほうってあれもしかしてこれは Y の字の頂点を結ぶと、六芒星ではってこれはラッキーと、はい、脳天に六芒星をゲットしたと思って、安倍の生命ですらこんなことはなかっただろう。ないですよ、ないですよ、でもどうやってこけたんですかね、思いっきり後ろにこけたってこと。鍵を刺して、やっと刺せたと思ったんでしょうね、多分そのまでちょっとなんかカシャカシャってやった、あ鍵が刺さらないなって思ってたところまで記憶があったので、でやっとさ多分最後カシャって刺せたんですよ、そこで安心とともに斜め後ろに倒れていったんですね、そうするとそこに斜め後ろに壁の出っ張りがあったんです。ああ、それで Y の字に頭割っちゃった。そうなんです。あとでその調べたら玄関の前、そのグレーの濃いグレーのカーペットだったので全然目立たなかったんですけど、すごい目を凝らしてみたら意外と海まで行かないけど血の池ぐらいになってました。あ、そうなんですか、はい、血の池ってジャネットさんじゃないですか。それで Y の字を作ってしまった。それで Y の字を作って、あすごい六芒星だと思ってちょっとワクワクしていって、そしたら先生じゃなくて、看護師さんが、先生が何かその準備かなんかカルテ書いてくださったのかな、その時に、じゃあ消毒しますねって言って看護師さんが消毒をしてくれてるんですけど、相変わらず自分では見えない状態、なんか頭にこうムニムニする感じなんですけど、そしたら看護師さんが、あなんか結構深くやったねってっておっしゃってて、えってなどういうことですかってまた聞いたら、あの消毒用の綿棒の、あの面の部分、頭の部分がほぼすっぽり入って、あもうそこでもう俺限界気持ち悪くて限界、もう怪我の話って痛い話、多分聞いてる方でも苦手な方は絶対ダメですよね。あの女子は血に慣れてますけど、男子って血が弱点の人多いですからね。ちょっとあの苦手な方はどうしたらいいですかね。でとにかくそれで、その綿棒の頭の部分がこうね、こう地下部分に潜って、その上にその綿棒の棒の部分が、当然出てるわけですよね、それを看護師さんがあって言って、ちょっと手離しても立つわって言ってるんですよ。
で、うん、ともそこで私はまた、うん、と思って、うん、ほらもしや、うん、さっき六芒星だと思ったものは、うん、下に綿棒の頭分の奥行きがあって、うん、上に綿棒の柱が立っているということは、うん、これは平面の六芒星ではなく、うん、立体の真壁ではないかって、うん、いやそんなポジティブに発想する人いないんですよ俺だったらもう半泣きになってますよ先生早くどうにかしてくださいとか言って割とポジティブなんですね思考がいや、うん、その時はもうなんか嬉しさでも本当にちょっとどうしたら頭に真壁ってこんな人いるかなみたいな思ってなかなかいませんそれでしかもその自分では見えないんですけど頭のてっぺんに綿棒の棒が立っている図っていうのを想像してみたら、うん、これは明らかにアンテナではあるまいかと思ってアンテナですよ孫をことなきアンテナですよねピーポくんみたいなアンテナピーポくんみたいになりたいですかなりたいですね、これもあごめんなさいこれも東京都限定のかあれになっちゃうかなまあ、踊る大捜査線でだいぶ広がりましたから ね、はいねまあ、とにかく頭の脳天にアンテナかなと思って看護師さんに、じゃあ今手を離しても綿棒立ってるんですよねって言って、今手離してもねとかいう会話をしてじゃあちょっとこれで写真をって言って携帯を渡そうとした渡そうとしたら写真、うん、机に向かって座っていらした先生がギュッて椅子を傾けてこっちをはっていう顔で睨んでみるあんたバカじゃないみたいな顔で怒ってるんですよまあこっち真面目にし治療してんのにアンテナみたいに立ってますか撮ってくださいみたいにやあららなので写真は残念ながらな、ね、私当時ちょっと小心者だったのですごすごと引き下がってしまって撮ってもらえなかった、うん、いやでもそれ本当一歩間違えれば死んでますよそうなんですよ間違いなく、うん、だってすごい壁の90度の角にぶつけてますから、うんですよね、逆にこう脳天で よかったのかどうなのかその何幕とかね一番硬いところがね、うん、とかっていうのをちょっと、うん、頭の方に変に側頭部とかぶつけとったら死んでます ね、はい、あの僕の友人というか、まあ、知人なんですけど、はい、あのちょうどムックを書いてね、はい、で原稿を書いて、はい、この編プロの編集者に送ったんですよ、はい、でそいつがぬるいなんかこと言ってきたんで、うんうん、お前それ分かってねえよこうだよと叱ったんですね、うん、僕はちょっと年下だったから、はい、で叱ってあやり直しますって言ってその後考慮して、うん、終わったんですよ、うん、そのムックは、うん、そしたらねその人喜んじゃって、うん、自宅で奥さんと祝杯あげて、うん、いや終わったとか飲んじゃって、うん、でその酔っ払った瞬間に真後ろに倒れて、うん、ああ怖いで亡くなっちゃったあらららら、ら、いやだから一歩間違えば、ね、本当にちょっと笑い女優さんだったんですよあそうなんですか有名なドラマに出てる あ、 そうなんですかあんまりドラマの名前言えないですけどでちょっと俺もね最後の会話がうん作家としてダメ出した会話だったからちょっと申し訳ない気持ちでいやちょっとあんなこときついこと言わなきゃよかったなと思ったんだけどまあお葬式にはでも無事終わってやったっていうお酒だったわけですかね、ガーッと飲んで、うん、後ろに倒れたら後ろが大理石で、うん、頭を打って亡くなっちゃったんですよ、はいうん、でそれは自宅で彼が個人的に飲んで倒れたっていうので、はい、まあしょうがないといえばしょうがないんですけど、うん、いやよく生きてましたよねそうなんですよねで、うんまあ、生きていたのもそうありがたいんですけど、まあこじつけっていうことで結構なんですけどその真壁のアンテナをギュッとして以来、うんものすごいいろんなものがピーポクになってからはいそれから霊的なものがよく降りてくるよく降りてくるよ実はそのもうすでにそれよりも3年前の2010年から自分がその宇宙にいた頃の記憶が取り戻されたり、うん、あと割と意識でいろんなところに自由に行けるみたいな風にはなってたんですけどそれはより強化されたはいあの知らない人から知らない存在から勝手に何か言われる送られてくるっていうのはそのタイミング的には2013年の春くらいからなんですよねその直後怪我の直後にそのあの一人来ましたよ、うん、あのナウマンさんっていう人ナウマンはいあの地層とか研究してる人ですよねそうですそうですナウマン像とかのそうです、うん、そうですその人あの人が入ってきたとはいあ入ってきたっていうか喋ってきたのを喋りかけてきたはい
そのアンテナでピピーピピーって聞くって。え、じゃあその六芒星のおかげなんですかっていうふうに私は嬉しいから思ってます。マカバのアンテナので受信してるのかなって。嬉しいから思ってますけど、まあ、こじつけと思っていただいても。いや、でもそういう話が面白いですよね、うんうん、なんか怪我して、でも本当タイミング的にも本当にそういうタイミングで、うん、そのアンテナっていうかアンテナ事件じゃないんだけど、うん、頭を割っちゃった事件から以降なんですよね、うん、本当に、うん、その後は、全く知らない神社の名前が出てくるメールが、うんうん、友達から来たメールなのに一晩経ったら全く文面が変わっちゃって。どういうことですか。わかんないんですよそれ。勝手に酔っ払って打ち返しちゃった。違うんです、相手から来たメールです。あの、携帯で見ていて、それ、あの時間軸が変わったってこと。わかんないんですよ。夜の11時くらい、うん、まだ全然寝てない時間なんですよ、メールがあったので、当時まだガラケーだったんですけど、見たら、ま、ここちょっと伏せとこうかな、まるまる神社に行きたい、行って霊界に聞きたいことがあるっていうメールが来たんですね。友達から。はい、その友達からメール来ることになってたんで、あ、やっとメール来たと思ったら、は？みたいな内容なので、えって思って、だけどなぜかその時後で返信しようと思ってすぐに返信しなくてですね、でそうこうしてるうちに寝てしまったんですよ。だけどそのメールを受けた時は明らかに起きていて、その後も私いろいろ家の中でいろんなことしてるんですよ、だけど結局その日は返信をしないうちに寝てしまった。で次の朝起きて、あ、そういえば昨日返事書かなかった、返事送らなかったなと思って、もう一回メールをチェックしよう見ようと思ったら、連絡遅くなってごめんなさい、何々の件どうのっていうメールになってた。え、どういうことなんですか。全然文面が違うんです。じゃあ前の日の時間軸と今の時間軸って分からないんですよ。違ってるとか。だけど着信の時間は前の日の時間で、文面が違うんです、うん、そしてその何々神社に行きたい、行って霊界に聞きたいことがあるって言われたその何々神社っていうのは私は全く名前を知らない神社だったので、もうそれはもうすぐガバッと起きて調べたら、あったんです、存在した長野県に、はい、めっちゃめちゃ小さい、もう祠しかないみたいな神社なんです。友達はその神社のことを当然覚えて、全く知らない、そんなメール打ってないわよ、メール打ってない、どういうことですかね。そう、それは不思議な話。そこからもうすごい話が始まっちゃうんで、そこ行っちゃうともうすっごいかかっちゃうんですけど、結局そこからマヤの方につながっていったり、もうどんどんすごいことになっていくんですけど、きっかけはその一通のメールで、本当に不思議なこともそのマカバアンテナの後、そういうことがどんどん起き始めるようになった。やっぱりね、超能力者とか予言者ってなんか怪我を一歩間違えば死ぬ、なんか交通事故に遭ってからとかね、まあそうですよね、雷に打たれてからと、バババンガなんて台風で飛ばされた、そうですよ、飛ばされた昔話みたいな、そうですね、くるくる何キロも飛ばされた後そうですよ、ね、で視力を失ったけど霊能力、ね、そうですよね、霊視能力身についたって、だからなんかやっぱその怪我が分岐点だったんですね。かもしれないです。僕は絶対やりたくない怪我ですけど ね。でも私もやっぱりその怪我をしたって、ね、頭を割ったんだっていうことをちゃんと自分で認識した時に、本当に自分は頭がそれこそおかしいんだなと思ったのは、普通だったらね、あ、もう本当に九死に一生っていうか、下手したら死んでたなって普通だったら思いますよね、そう思いますよ。でもこうやっぱこれはもっと気をつけようと思いますよね、私はこれが本当に最高の死に方だってその時思っちゃった。え、酔っ払ってそのまま、はい、ね、だってすっごい楽しく帰ってきて、本当にあとその後一切の記憶がないんですもん。でもすっごい楽しく帰ってきて、目が覚めたら霊界だったって、ね、そういうことになるわけですね。そういうことになるわけです。目が覚めたら霊界で多分こうジャネットさんの地獄に行ってるんだろうなっていう。いらっしゃい、いらっしゃいってでね、ジャネットさん待ってたよ、怖いよいや昔の知り合いの吉見で軽くしてよとか言えないんですかね。いや厳しそうですね。行ってみたいと思いますけどね、ちゃんとケーキは勤めてもらいますとか言われそうで、わかりました。まあちょっとまたファンの方々が、はい、鑑定会をやってくれって話がありますので、はい、あ、そうですか。こんな人で大丈夫ですかね。いやいやありがとうございます。アンテナが立った話で、はい、あのちょっとみんな和んでいただいて
やっぱりそういう面白い話が聞きたいんですよね。そうですか。暗い話題が多いですからさ。あ、そう、確かにそうです ね。じゃあちょっと6月の鑑定会も。あ、6月なんですね。はい、いただいて。わかりました。すいません、はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ベロニカ真由さんの、不思議な体験、まあ九死に一生体験と言った方がいいでしょうかね。まあこういうふうに九死に一生の体験というのはですね、まあいろんな人が生涯に一度二度そういうことがあるというのはよく聞きますけどね。何でしたかね、広島で原爆にまあ遭ってしまってですね、方法の手で長崎まで、ね、逃げたら長崎でも原爆の被害を受けてしまった人っていうのもいらっしゃいますよね。あと阪神大震災と大正期にあった関東大震災を両方経験したおばあちゃんというのは確かいたと思うんですが、そういう不思議体験というかですね、まあ両方の震災でまあ無事どうにか命をね保って生きながらえたというおばあちゃんがインタビューに出ているのを見たことがあります。でこれずいぶん昔ですかね、まあ関西の某局の社長とですね、まあ寿司屋で会ったことがあるんですけど、まあね共通の知り合いがいて紹介してくれたんですが、そこの社長がですね確か阪神大震災と東日本大震災の両方を体験してるというね。で両方とも生還したという、まあこういうね九死に一生をで命を、ねどうにかね拾えるというか生きながらえる人っていうのはいるんですよね。それでまあ生きながらえることによってですね、まあ不思議な、ね、霊的な能力が身につく人、まあ、アニさんみたいに生まれつきそういう能力を持ってる人ってのもいますけど、まあ割とね、ベロニカ真由さんは後天的な人みたいですね。割と、まあこんなに大人になってですね、まあ宇宙人の交信が始まるっていうのはあまりないんですけど、いやはや、なんとも不思議な体験ですよね。まあうちのね能力者の方もまあ大概が先天的な能力なんですけど、まあこのようにですね不思議な体験をすることによって不思議な能力が出てくる、辛くも命拾いをする体験のあと、まあ、事故とかね落雷のあと、火事から生き残った体験のあと急に能力に目覚めるってことはあるらしいですね。果たして皆さんはですねこういう体験しておりますか ね。いや私こういう能力ありますとかこういう体験がありますとか言えば言う方はですねぜひねアトラスラジオまでお寄せください。九死に一生体験というのもですねアトラスラジオ集めていきます。それで災害の時どういう行動を取ったらですね生き残ることができるかっていうのを情報共有していきたいと思いますので、ね災害とかねねいろんな天災とか人災とかで、ひどい目に遭ってしまったけどこういう体験を選択をチョイスしたらですね生き残ることができましたとかですね、あそこが運命の分岐点でしたという方がいらっしゃればですねぜひね投稿いただき、それでまあメールをお読みするか、まあ出てもいいよっていう方がいらっしゃればですねまあ電話インタビューという形で出ていただくという感じになります。それにしてもですねベロニカさんがですねピーポ君みたいな感じでアンテナを立てていたというのが全然ね知らなかったですね。いや僕も立てたいかっていうと頭かち割ってまでもアンテナ立てたいとは思わないですけどね。まあ妖怪アンテナ北郎の妖怪アンテナだったら
僕は毎朝寝癖がついてますから、あの朝ぼーっとしてるときは大概午前中は寝癖男になってます。まあ、妖怪寝癖男なので、まあ妖怪アンテナは常にビンビン立ってますけどね。ということで、まあ今回のアトラスラジオはですね、まあこの辺りにしたいなと思っております。コメント欄も待っております。で、ね、いろんな面白ければ高評価をしてください。なんか嫌なコメントとかですね、コメント欄で軽く喧嘩とかやめてくださいね。あんまりひどいとちょっとブロックしちゃいますので、そこら辺は大人のマナーでね、大人が聞いてる、大人のリスラーが多いのがアトラスラジオの特徴ですので、まあそこら辺はぜひね、マナーを守っていただければと思います。はい。不思議体験は、メールでください。 TOKUSHIMA5566 @yahoo.co.jp までお願いいたします。徳島5566 @yahoo.co.jp ね。で、前もまた来ちゃったんですけども、徳島5566っていうのは、お前山口、お前闇の勢力だな、だから66を使ってるんだっていうのが久々に来ました、ツイッターで。違いますという、徳島は僕が出身地で、徳島55は松井秀喜のファンだ、ジャイアンツファンだったから松井秀喜の背番号の55、徳島55@yahoo.co.jp と登録しようと、今から15年ぐらい前ですかね、もっと前かもしれない、17、18年前ですかね、登録しようと思ったらですね、もう徳島55は捉えていたので、仕方なしに66にしようかというふうに66つけただけなので、闇の勢力ではありませんということですね。闇の勢力だったらこんなに税金でヒーヒー言ってませんということですかね。はい。そんなこんなでメールをお待ちしております。サイバーアトランティアメールマガジン、相変わらず過激なことを書いております。まあコロナウイルスについて書いたりですね、まあ 5G 戦略についても書きました。まあなぜこのように、まあ確かにね、騒ぐのは分かるんですけども、まあ必要以上に騒いでないかという観点からですね、なぜ必要以上に騒いで、ヒステリックになっているのか、それでこのパンデミックが収まった後どういう世界が到来するのか、それをですねズバリ書いていました。まあ今回のメルマガを読んでいただければ、どういう世界が到来するのかが分かると思います。まあこれを読んでいただいてですね、ぜひ、未来の指針にしていただければ幸いかなと思っております。で、いろんな暴露情報を待っております。公務員とかですね、企業の方、聞き耳を立ててですね、いろいろ情報を集めてください。特にキャリア官僚の方、リーク情報を待っております。日本製の原爆はここにあるとかですね、いや実はですね中性子爆弾日本が持ってますとかですね、いろんな情報を待っております。まあ、人体実験情報とかですね、そういうのも気にしておりますので、サイバーアトランティアまで情報をお寄せください。徳島5566で、投稿は待っておりますので、ね、いろいろ、ね、庶民が口にできない不満をですね、みんなで口にしましょう。それで我々、まあ確かにカマキリの歯に過ぎないのかもしれませんが、まあそれでもやっぱり声を上げていくことが大切です。ちょっとずつ頑張ってね、いろんな人に知ってもらって、知ってもらうことが一つの戦いになっていくのかなと思っておりますので、僕は保守政党が大好きで、自民党が大好きです。でもやっぱり言うべきことは言ってきましょうというのが僕の考え方ですので、ね、皆さんぜひ賛同いただければと思っております。ね、こうやっぱり面白きなきを面白くするというのが、山口敏太郎の役割ではないでしょうかね。はい。ファンクラブ空神も加入を待っております。ごめんなさいね、ファンクラブ用のイベントがなかなかできなくて本当に申し訳ありません。まあね、ぜひちょっとここら辺もやってみたいなと。
それで、もうすでに何名かお申し込みいただいたですね、ファンクラブ空神用の、マルリチョンニ・オリサブロー、まあ、表の信徒、裏の信徒、陰陽、裏表の、オリサブロー入りのパーカーが出来上がりました。これ、明日ですね、またちょっと発送したいと思いますので、IM さんが、我が社の IM さんが発送の段取りをいたしますということで、入金方法とかも、またお知らせいたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。このあたりにしましょうか。ワンコの同担、ガラスの中年、佐川の友人、お耳の恋人、お耳の親友、そして通勤通学、ウォーキング、昼寝、夜勤、家事のお供、アトラスラジオでした。本日の講釈、これにて一件落着。次回のアトラスラジオでお会いしましょう。オカルトは知的なエンターテインメントだ。知的なエンターテインメントはオカルティズムだ。作家の山口敏太郎でした。またこの時間あなたとお会いしたいです。次回のアトラスラジオまでしばしお待ちください。それではまた。